どうも、あいたろうチャンネルのあいたろうでございます。はい、今ですね、お腹空いたんでチャーハンを作っていきたいと思います。はい、ということで、でもさっと作ってさっと食べようかなっていう、まあ、チャーハンなんてね、まあ、簡単なんで、料理シリーズ第2弾かな。第1回目はね、親子丼をオムライスにして結局親子丼になっちゃうっていうね、あゆ太郎のバカ加減がね炸裂してましたけど今回はね、ちゃんとチャーハン作りますんで、早速作っていきたいと思います。レッツゴー。はい、じゃあまず玉ねぎ切ります。なんか皆さん、面白いあゆ太郎でも作れそうな料理ないですかね。なんか案ください、みんな。前回ね、玉ねぎ使いすぎたんで、半分はしまっときましょう前回結構使っちゃったからね。よし、玉ねぎ完成。じゃあ今から炒めていきまーす。ちゃんとね、このチャーハンのために冷凍庫にね入れといたわけですよ、ご飯を。お米を冷やしといたがなんかパラパラになるらしいんで、実践してみました。あゆ太郎の大好物たま、あーあーしゃー、混ぜるぜー、混ぜ混ぜこうやることによってね、卵がふんわりするんですよ。自分も一緒に回ることによってね、この新たな卵、このちょっと半熟麺の時に入れる。よいしょ。チャーハン完成しました。これにね、さらにあゆ太郎はね、目玉焼きを乗っけていきたいと思います。ほら、めっちゃ綺麗。完成でーす。あゆ太郎目玉焼きチャーハン完成しました。イエーイめっちゃうまそうじゃないこれ。じゃあ早速食べていきたいと思います。うん、うまっ。うん、超うまいんだけど、卵もいい感じ。うん、うまっ。
味付けがすげえちょうどいい感じだわ。うまっ。ちょっとね、この卵の上にマヨネーズをのっけて、これ卵にマヨネーズが超うまいんだよね。基本的にうまいしか言えないんだけどね。でも多分自分で作るからうまいんだろうな。ごちそうさまでした。お疲れ様です。マジうまかった、ね、いつも通りの牛乳で。この動画がいいねと思ったらグッドボタンお願いします。この動画がそんなに良くないなって思う方もグッドボタンお願いします。ってことで次回の動画でまたお会いしましょう。バイバーイ。